もうね、好きなのから行こう。じゃあ、ちょっと簡単そうなのがある。うん。キュン。構えてて違和感ない？ナイス。あの高さ正常。私も9番より全然上がる、うん、基本的にアイアンってまあ誰が打ってもそうなんだけど、まあ飛ぶ上がる止まるがないといけないので、上がると止まるって一緒だから、はい、ずっとスピンが入ってるわけじゃなくて落下角度でボールって止まるから、だからできるだけ90度に近く上がまあ落としたいじゃない。ただ女の子の場合やっぱ放物線描いちゃうと止まんないから、はい、だからまあ高く上がるって、打ち出しから高く上げるっていうのがもう絶対条件なの。倍ぐらい高いです。うん、そう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 。あ、じゃあいけるな。うん、今いいスイングだね。あとはね、できたらインパクトでボールに合わせるイメージしないでどんどん振ってって、うん、ナイス。そう、自分たちがフィッティングをするときに前もほら重さと長さがすごく大事だよって言ったのは、ゴルフのクラブってこうやって構えてて普通に持ったら絶対ここに来ようとするから、ここに来る、そうだよね。だってこうやって構えてるけど何もしなかったらここにヘッドが来るわけじゃない。だからスイング中テイクバック上がって力抜いたらこうやって来ちゃう、自然に落っこってくるです。だからヘッドが落ちてくるスピードとここの自分のインパクトが合ってこないといけない。それが合ってないと自分でここでヘッドを合わせなきゃいけない、戻ってこないからね。そうそうそう。で今度重すぎて早く落ちちゃうとこうやって自分がずらしてダフらないようにするとかになる。だからまずタイミング合わせるのっていうのは、重さどのぐらいの重さと長さのものが触れるんだろうっていうのを探すのが一番最初になるので。おお、いいね。まだ落ちないよ。いいボールだね。多分あれでこう雰囲気的に120ぐらいかな。120ぐらい。うん。入ってます。うん。これ大きいですか。ちょっと大きい。大きいですよね、うん、なんかちょっと大きいな。で、まあいきなり初打ちだから球は若干散らかってるけど、球の高さがずっと一緒でしょ。ずっと一緒です。散らかってるっすよ。グリーンの幅だよね。じゃああえて今度3度打ってみる。これ何度って思えばいいんだろう。56度。おー。クラブが変わった時ってできたら今までの距離感一回捨ててほしい。そうですよね。うん。全部捨てる。うん。で、あ、このクラブでフルショットしたら何ヤード飛ぶんだって探して、行った方が馴染みやすい。最初にラウンド行った時に、もう素でこのクラブでフルショットしたら何ヤード飛ぶって探していくのが馴染むコツ。はい。はい。ヘッドが前に行くでしょ。すごい、あのなんか上がりそう。うん。あのね、このサンドね、すごいよくできてるの。一般的なこうウェッジ専門で売ってるやつってもっと薄くてちっちゃいのね。で、機敏に動くようになってるから、それから比べるとすごくオートマチックに打てて、で、ちょっとせあの操作性がある感じかな。で、ソールの幅が厚いからすごく補正能力高いんで、うん、うん、でも面白いでしょ。3度打った時と9番アイアン打った時で高さ一緒ぐらいでしょ、最高到達点。うん、めっちゃ高いよボールが。でほら高く上がるから自分で高く上げようとしなくなるじゃん。したらスイング良くなるじゃん。いつもは上がんないから、上がんなくて上げようとしたら怒られるでしょ。でも、うん、じゃあ7番が上がるのか。7番は上がらないね。しかも自分のよりロフトが立ってるよ。立ってるから。おー、長いね。
ナイス。この高さは平均？もっとね高くなっていく。高くなる。うん。ちょっと低い。でちょっとまあ練習場なんでボールの種類によっても若干ロフトが立ったクラブって変わっちゃうんだけど。うん。ナイス。50ヤード7番アイアンで打てたら結構やばい。それもキャリーでね。今140だもんな。したらちょうど一番って、うん、でもまあもうちょっと飛ぶと思うんだけどな。キャリーの155って感じかな。え？でも本当に違和感ないです。よかった。不安が半分なくなりました。おー、今いい動きしたね。そうするとね、あ、今もいい当たりじゃないじゃない？はい、でもキャリー変わらないじゃない？だけど、うん、あれだったら全然OK。初打ちとしてはまあまあかな。はい、なんかダフりもないし。うん、でドライバーが、はい、じゃあアイアン今ずっと新しく作ったアイアンを9番3度7番って打ってました。20球ぐらいです、うん。打ちました。じゃあそれを打った後にこのドライバーをまず素振りした時の印象からいこうかな。重い？重くない。ちょっと軽い、むしろ、うん、もうちょっとヘッド重くてもいいかなぐらいには感じると思うんだ。はい、あんまさこんなん出ないんですよ、本当に高さ出てるし。だからそれがさっき話してたクラブの怖さ、セットの中のね。本当にひどいんですよ。そうだよね、本当にダメって連絡来たもんね。うん、ナイス。これいい球だね。うん、自分がやっぱ作ったスイングだから、うん、軽いクラブで、うん、大変ですね。直すのがね、はい。特にドライバーが大変かも。イメージがありますもん、なんかこうやって出して。ああ、相当とりあえずまっすぐ飛んでいくな。多分森さんとかはここで当たって。前にこうやってやりなさいって多分すごい言ってると思うんだけど、そのイメージいっぱい出して振っててくれるといいな。そう、そっちに。うん、今頑張れたね。今頑張った、ちょっとだけ。うん、そうするとちゃんと狙ったところに飛んでって軽いドローになって、これで打っててもう右に行った時には自分が今までの癖でこうなったって思ってると、長いスパンで見た時にスイングがだんだんよく渡っていく。そこにするか、それとも自分の癖でこうなった時に右に行かなくしておくかっていうのはもう一つの選択なので。でもそれはあのクラブでいいです。まあね、今それがあるからね。だから、うん、でもそうやってずっと打っててもね、森さんに習ってる意味なくなっちゃうからね。ああ、そうだよね、今とかいいよね。うん、でドライバーを持ちました。さあティーグラウンドで右 OB です。はい、頑張りました。すげえ、ブーンってなれない、いつも。でそうやると球まっすぐ飛ぶじゃない。全然いつものスイングと違う。でこれが多分アイアンと一緒だし、ある意味やろうとしてる動き。そう、ナイス。止めようとしちゃいますね、自分でここで。今のでもいい球だね。キャリーでネットのとこまで行った。だったら私これだけはやっぱ面でなんかこうまっすぐこうやって出したくなっちゃう。出したくなるみたい。うん、練習します。森さんに見てもらってスイング的に、じゃあこれだったらこういうふうに使ってごらんって、うん、先生がやらしたい動きもあるじゃない。でそれ踏まえて調整もう一回相談しよう。はい、あくまでもほら道具だから自分がやりやすいようにした方がいいから、うん、絶対これじゃなきゃいけないっていうこともないのね。そこはちょっと先生とも相談してみてください。 YouTube のこれ小さくなった。もうちょっとちょっと YouTube のチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。